年内に、田んぼのね耕運作業を終わらせたかったんですが、リストアームセンサー、ここですね、ちょっとアップにしていきますが、この、この付け根の部分ですね、黒い部分ですね、そこの異常が出まして、ロータリーの上げ下げに支障が出ますので、部品がね1月の半ばになります。で、少しでもねやっとこうと思ってこの小さい方のねトラクターを出しまして、耕運作業をねしていこうと思いました。ただねあと2丁ぐらいありますので、年内はね、とてもではないですがこの1台だけではね、これね街道ロータリーがついてまして、電動でフラップが上がるので、畑でね使うにはね本当に使い勝手のいいトラクターなんですけど、でまあこう耕運してましたら、なんとね、新規収納を目指してる、中原くんと、いつもね共同で作業したりしてる吉川くんが、手伝いに来ますよっていうことで、来てくれました。でこれね中原くんがトラクターに乗ってくれてる状況なんですけども、まあ開始してここがようやく2枚目になります。まあ半分ね、まあ、年内はもう厳しいかなと、まああまり無理しても仕方がないので思ってたんですが、もうずっとね、まあトラクター塗る練習にもなりますし、そうするとね奥の方でこう運転してくれてる吉川くんがね、自分のトラクターを持ってね来てくれました。やっぱり18馬力とね27馬力でしたらね、全然効率が違いまして、この動画撮ってるこの状態であと残り、4枚ほどになりましてね、でもうなんとかまあこの時間帯が1時ぐらいでしたかね、で結局3時前には全ての、田んぼの耕運作業が終わりまして、本当に感謝しかないですね。来年もね、3人でね、共に、いろんなね僕たちよりも年上の方のお話とか交流とか、まあ、お手伝いとかさせてもらいながら向上していきたいと思います。ありがとうございました。